の安全保障上原発を置いてるという持ってるということのこの重大性を私たちはこのウクライナの今回の事態から、まあ、教訓として得ると同時に日本政府に対して真に安全保障を論じるんならば核兵器の共有だとか、敵基地先制攻撃よりも以前にやるべきことがあるのではないか、まあ、この辺があの11年目の、福島原発事故から経過する中で今日また私たちは、つながろう福島のイベントを行いますけれども、まあ、ウクライナ問題に端を発するところで言えば、まあ、その辺が重要な点ではないかとこのように思うわけです。今日は集会発言集会メッセージとしてお二人にお願いをしてあります。皆さんこんにちは、小出弘明です。11年前に発生した福島の事故の緊急事態宣言は11年経った今日も解除できないまままだ続いています。大変な放射能が放出されて大変な人々が未だに苦しみ続けているという状態が続いています。広島原爆に換算すれば168発分というような膨大な死の灰が吹き出してきました。原発の敷地の中でも大変です。今や130万トンもの放射能汚染水が敷地の中に溜まってしまっています。愚かにも人間が作った放射能です。その放射能を人間には消す力がありません。しかし人間に力がないのと同じように自然にも放射能を消す力はないのです。なんとか閉じ込めなければいけないのですけれども、残念なことに人間の手では絶対に閉じ込めることができないという放射能も存在しています。皆さんもお聞きになったことあるかもしれませんが、トリチウムという名前の放射能です。国と東京電力はそれを海に流してしまうと言っています。そんなことは本当はしてはいけないんです。今現在1000基ものタンクを作ってそれを貯めていますけれども、まだまだタンクを増設する敷地は残っています。また場合によっては地下に圧入するという方法だってあります。さまざまな方法があるのですけれども、でも国と東京電力はトリチウムを含んだ放射能汚染水を海に流すと言っています。福島の今の汚染水の問題というのは日本の原子力をどうするかという使命を決する問題でもあります。私たちは本当に心をして戦わなければ防ぐことができないという瀬戸際にあるのだと思います。問題は福島だけでもありません。今ウクライナという町ではソ連によってミサイルが降ってくる、爆弾が降ってくるという状態になってしまっています。そこにある原発も危機にさらされているという状態になっています。全くひどい蛮行だと私は思います。でもそれを見て日本の国あるいはその周辺にいる人たちは何て言ってるかというと、ほら見ろ、敵が攻めてきたら大変だと、だから軍備を強化しなきゃいけない、日米安保を強化しなきゃいけない、安倍さんに至っては核のシェアリングをしようというようなことまで言い出すという始末になっています。この日本という国、憲法9条というものを作りました。本当に悲惨な戦争の犠牲の上にようやくに掴み取った憲法です。戦争なんかもうしないと、軍隊は持たないということをようやくにして気がついて掴み取った憲法です。それを今私たちがもう一度思い返して、戦争しない、
国家の軍隊なんてものは持たないという方向で動かなければいけないと思います。原発を止めるということも大切ですし、この世界から軍隊をなくしていくということも私は大切だと思います。今日ここにお集まりの皆さんはおそらく私と同じように考えてくださる皆さんだと思います。まだまだ力の弱い集団ですけれども、諦めることなく戦っていきたいと思います。今日はありがとうございました。皆さんこんにちは、福島県いわき市から参りました千葉と申します。福島県いわき市で原発事故後にいわきの初期被爆を追及するママの会という団体を立ち上げましての代表をしています。原発事故後、私は子どもを守るためのネットワークを立ち上げ、子どもの環境の放射線量の測定、土壌汚染の調査などを行ってきました。その結果をいわき市に報告し、問題がある場合は協議の中で除染などの対策を求めるのですが、国の除染基準のハードルが高く、高濃度の汚染があったとしても除染の必要はないとされるケースがほとんどです。原発事故は国が加害側の公害問題ですが、被害を受けた自治体が加害側の定める基準に従わなければならないのはおかしなことで、被災自治体として地域の大切な子どもたちを守るために国に権利を主張してほしいと訴え続けています。次世代のためにも、私たちは目の前の問題だけではなく全体像を捉えながら次のビジョンを描いていかなければならないという責任の重さを感じます。私たちは課せられた責任を果たすためにも、見えにくくされてしまっている厳しい現実に向き合い、声を上げ行動を起こし続けていきたいと思っています。続きまして、松本地区労連の大沢真理さんから、我々主催者の集会宣言の提案を読み上げていただきます。 3.6 さらば原発長野県大更新集会宣言案。まもなく東京電力福島第一原発事故から11年目を迎えます。事故の収束は未だ見通せず、福島県全体で10万人近くの人々が元の生活を取り戻すことができていません。政府は昨年4月、放射能汚染水であるアルプス処理水の海洋放出を、漁業関係者や福島県民はもとより多くの国民の反対や懸念がある中で強硬に閣議決定しました。国の安全保障のためにも原発はゼロにしなくてはなりません。私たちは福島原発事故から11年を迎える本日の集会を、原発再稼働反対、福島の切り捨て政治を許さないと位置づけ、つながろう福島、止めよう再稼働、広げよう脱原発、放射線汚染水の海洋放出反対の取り組みを展開することを呼びかけます。そして今年行われる参議院選挙の争点に原発ゼロを押し上げるために、各地での活動を大きく広げていきましょう。私たちは歩みを止めません。私たちは福島を忘れません。私たちは脱原発を目指します。2022年3月6日、さらば原発長野県大更新in松本。